を晴らすため、私は参りましょう。私の大事なあれが盗まれようと、何者であれ犯人は後悔することになろう。バカめ、貴様だけではないわ。わしとてあれは大事なものだったのじゃ。おいおい、一体どんなお宝だよ。俺様にも拝ませろい。将来やはりお前か。私で弟となればこそ許しがたい。極刑は免れんぞ。兄上、落ち着いてください。今回は俺じゃないですって。残念だが信じられんな。地にねじ伏せ調べるとしよう。師匠殿の前科だ。仕方ないわ。
犯人でなければ用はないわ。しばし、さっさと他を当たるのじゃ。師匠殿、
今回は同情する。盗まれた宝って何なんだよ。金か銀か、宝石か。詮索は無用だ。さっさと探せ。おい、きっと犯人はあいつらだ。泥棒の俺様が言うんだから間違いねえ。贅体ばかりで器の小さいボングどもめ、おとなしく盗んだものを返すがいい。ガキども、言葉に気をつけ。鬼を怒らせると高くつく。おいらたち何も盗んでねえぞ。おしつく、さあ俺と勝負だ。覚悟しろ。おしつく、おしつく、言えば貴様らも狙うに決まっておるわ。行くぞ、マサム。
急がねば手遅れになりかねん。ついに見つけたぞ。盗んだのは貴様だな。な、死刑だの。マーロは何も盗んでないの。ああ貴様の顔が真実を雄弁に物語っている。白くて丸くて柔らかそうなその顔が。おい、しばし、なんか目つきやべえぞ。理由ではないわ。救援感謝いたす。
この後忘れはいたしませぬ。発明したのは貴様だろう。私のものまで盗むとはよほど好きらしいな。劇すれば真実を見る目が灯ります。少し落ち着かれてはいかがですか。孔明様、この者に聞く耳はない様子。お気をつけください。するか。私も存外ボングだな。この失態お忘れいただきたいものです。私がボングの一人と思われるなど遺憾です。しまいまして、you
謝いたす。このご恩忘れはいたしませぬ。この展開も計算のうちです。もう少しお付き合い願いましょうか。我が知略に勝とうなど肩払いたいわ。この程度に苦戦するか。お許しでしょうか。私も存外ボングだな。この失態お忘れいただきたいものです。私がボングの一人と思われるなど遺憾ですから。私で良いのか。これ式で参る理由ではないわ。救援感謝いたす。この後忘れはいたしませぬ。Quick!
この失態、お忘れいただきたいものです。私がボングの一人と思われるなど、遺憾ですか。で参る理由ではないわ。腰疲れ。腰疲れ。この程度に苦戦するか。腰疲れ。私も存外ボングだな。奴らでもないとは。だが犯人は必ず近くにいよう。何としても探し出せ。くえ、そのうち俺まで疑われそうだぜ。まひろ、天気やな。私の大事なあれを盗んだのは貴様らか。もはや逃げても無駄だ。覚悟すればいい。こっち来ろよ。ギミコちゃんごまかすの下手すぎ。救援感謝いたす。この道忘れはいたしませぬ。
私も存外ボングだな。さあ俺と勝負だ。覚悟しろ。この失敗お忘れいただきたいものです。私がボングの一人と思われるのでいかんですか。腰疲れた。
現するか。私も存外ボングだな。この失敗お忘れいただきたいものです。私がボングの一人と思われるなど遺憾ですから。少し疲れた。少し疲れた。
肉まんは至高の宝だ。圧倒な矢を肌に包まれた芳醇な褐色の塊。やめいしばし、そうしただけで敵将を討ち取った。上に立つ者の鏡ですな。私も見習うべき何かがありそうです。なくなってんもん。お腹空かせてたらかわいそうやろ。怖がらなくていいから、おいでおいで。かわいいでしょ。ほら、いい子いい子。こいつの餌になったわけか。そういうことならば諦めるしかあるまい。二度と盗みはするな。奴の腹を満たすものを別に用意しよう。てか、うまく話をまとめているけど、誤解でぶちのめした奴らどうするんだ。よかった、勝てたようだな。